はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。上田大夫、本日もよろしくお願いいたします。本日ご紹介するのは、サントリースピリッツより6月19日に、夏季限定新発売、トリスハイボール缶レモン&ライム。こちらはね、様々な風味のハイボールをご自宅でもお手軽にお楽しみいただきたいという思いから、春にコーラハイという商品を販売し、ウイスキーに馴染みのなかった女性や若い世代をはじめ、多くのお客様からご好評いただいております。で、今回は、夏季限定商品として毎年ご好評いただいているトリスハイボール缶レモン&ライムを今年も販売することで、また、ファン拡大を図りたいと思っております。まずね、開けてみましょう。夏だけですね。はい、こちらウイスキーと、レモン、そしてライムとなっております。こちら 100g あたり44カロリーとなっております。夏だけの香り、爽やかレモンライム。アルコール分は 6% です。ライム果汁は 1% となっております。では飲んでみましょう。いただきます。やっぱウイスキーのね、あれがくるくよ。もうさっぱりとしたね、お酒となっております。こちらレモンとライムの、爽快な柑橘の風味とすっきりとした後味が暑い夏にぴったりです。パッケージは氷がたっぷり入ったハイボールのイラストを背景に、クリアの文字とレモンのライムのイラストを模様し、爽快な味わいを実現しました。また夏だけのキャプションや夏だけの香り、爽やかレモンライムとつけるアンクリフトリスを描くことで、夏季限定商品であることを訴求いたしましたということで、ね、結構ね爽やかな味に、まあ毎年ね、もう夏季としてねご好評いただいてるし、飲みやすいやんです。ぜひ、まあちょっとね、最初ウイスキーのちょっと癖はあるかもしれないですけど、でもだいぶウイスキーの濃さから比べると全然飲みやすいハイボール、ぜひね飲んでみてはいかがでしょうか。そしてこの動画が、ためになった、面白いなと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ぜひ YouTube でのコメントも、その都度返していきますので、ぜひコメントもよろしくお願いいたします。じゃあね。